服屋さんだったんですけども、その服をストックしておく倉庫があるんですね。その倉庫で服のこう点検を数をこう数えてたら、後ろからね、男の人ですよ、私よりもっともっと上の人で、ね、後ろからガッとこう抱きつかれた。で、と思って、もうやめてっていうふうに言ったら、なんやねん、部落のくせにお高く泊まりやがって。それはね、誰にも言ってへんのにものすごいびっくりしたんですよ。もうなんていうのかな、体がこう全身が凍るぐらいね。もうその人の考え方の中には、部落の人間は別に抱きついたりいやらしいことしても大丈夫な存在なんですよね。